二人仲がいいね。あいつらいつも一緒にいますからね。へえ、どんな関係なんだい？あの二人の関係？そうですね、裸の関係です。またまた冗談だよね。いえ、本当です。本人に確認してみては。いおりくん、ちょっと聞いてもいいかな？はい。君は恋人がいるのかい？まあ、いるといえばいますね。一応。その子は髪の長さがこれくらい？そのくらいですね。見た目はクールだけど、中身は天然入ってて。そうですね。二人の間には障害が多いとか。まさにその通りです。どうしてそんなことを？いや別にいいんだ。愛の形は人それぞれだからね。いや、驚いて妙に喉が渇いちゃったよ。ウーロン茶でもどうだ？ピーカブー特製だが。そのウーロン茶はいらない。じゃあ僕がもらおうかな。ありゃ、マスター酒弱いんだな。あんなの飲んだらこうなるのが普通でしょ。参ったな、マスターはこうなると起きないんだ。俺たちバイトだけじゃ何。僕は酔ってないぞ。まあとりあえず声だけかけておきましょう。マスター、一応言っておきますけど、このまま寝られたら何があっても知りませんからね。まさかああなったマスターが一気に復活するとは。お前何かすごいこと言ったのか？いや、普通の忠告だが。